はい、ということで、今週も YouTube、ポッドキャスト同時収録をしています。よろしくお願いします。ですね。あ、ちょっとお知らせっていうかですね。これ今、ポッドキャストの方をお聞きの方って、何で聞かれてますかね。iTunes で聞かれ、経由でね、聞かれてる方結構多いと思うんです。昔からそれやってたんで。で、まあ、ウェブサイトから直接聞かれる方、windows-podcast.com のサイトからですね、直接聞いていただける方もおられると思うんですが、今、ちょっと配信できる、皆さんが聞ける環境をちょっと拡大していこうということで、今ですね、iTunes と、あとウェブサイト直接と、あと Google Podcast、あとは Spotify、Amazon の Amazon Music、Amazon の Audible、で、こちらでですね、今聞けるようになってますんで、まあ、ぜひね、皆さん、聞きたい環境でね、聞いていただければなと思っております。まあ、映像で入ると、まあ、YouTube なんで、まあ、YouTube ね、でも聞いていただければなと、まあ、見ていただければなと思っております。よろしくお願いします。さて、今週の話題はですね、なんかもう、ちょっと流行りに乗って、これの話をしとこうかなっていうところで、AI で画像を作るって話ね。この話をしたいと思うんですが、ちょっと私的にはですね、ちょっと気になるパソコンがあるんで、その話もしたいなと思っております。まあ、その2つだと、もう1つ、ちょっとニュースネタをね、入れようかなと思ってますんで、よろしくお願いします。じゃあ、まずこっちからいきますかね。ASUS がですね、これは PC ウォッチの記事からなんですが、ASUS が、Ryzen 7、まあ、もしくは Ryzen 5搭載の27型の一体型 PC を発売したっていうことがニュースで出てるんですね。で、まあ、これ実際、ウェブサイト見ると、この、まあ、一体型 PC で結構出てるんですよ。で、ここでですね、私ちょっとこれ、おっと思ったのが、この ASUS の M3700 シリーズ。これは AMD の、ね、Ryzen 5000シリーズを搭載した一体型パソコンです。で、こちらがですね、画面サイズが27インチ、フル HD ですね、1080×1080 ドットの解像度で、まあ、驚愕ベゼルってことで、ね、枠がですね、3ミリぐらいなんですね、ベゼルがね、ベゼルの太さがですね、3ミリぐらいっていうことで、これ、ウェブサイトに書いてあるんですが、まあ、91% の画面占有率っていう。まあ、これ、物理的な画面の大きさに対して 91% っていう。まあ、先日、ThinkPad Z シリーズの時もね、この話をしましたけど。そういったところがあって、しかもね、マルチタッチでね、タッチパネルなんですね。まあ、結構画面もいいっていう、これ、ASUS の結構いいモニターを使ってるっていうところで、まあ、これ、高視野角、あとね、まあ、これ人によっちゃそうなんですけどね、sRGB100%、いや、俺は Adobe だっていう方結構おられると思うんですけども、まあ、それでいろいろ結構いいんじゃないかな。まあ、これ実際ゲームス見てみないとっていうのがあるんですけどね、というのがありまして、結構ね、かっこいいんですよね。iMac とか見てて、あ、これいいな、欲しいなっていうところもあるんですけども、唯一の欠点がある Windows マシンじゃないことっていうところでね。まあ、そういったところあるんで、これ Windows マシンでこういうのがあればいいかなっていうのはね、ちょっと思ってたんですね。で、ちょっとスペック見てみますと、CPU ですね。これ Ryzen 7もしくは Ryzen 5。これ8コア16スレッド、もしくは6コア12スレッドというもので、あとは、グラフィックスに関しては GPU に関してはですね、Radeon を乗っけてるということになります。まあ、内蔵グラフィックスってことなんでね。まあ、GForce だとかって、あと本当のRadeonの、独立した GPU とかにはかなわないと思うんですが、まあ、ゲームもよほど無理しなければできるかなっていうようなレベルかなと思っています。で、メモリなんですけど、まあ、モデルによるんですけどね、8GB もしくは 16GB。で、ストレージがですね、これもモデルによるんですけど、SSD 搭載と、さらにハードディスクも 1TB 搭載できるというものになっています。あと、インターフェースですね、まあ、大体これ、いい感じに抑えてるっていうかね、まあ、無難すぎるから無難にしたなっていう感じですけどね。USB2.0 が横についてる、側面についてるっていう。まあ、ヘッドホン、例えばテレワークに使うときのこうヘッドセットをつなぐとかね、ちょっと USB メモリーを挿したいとかね、
いうのもあると思うんですが、それと背面インターフェースに関しては、まあ、有線 LAN と、これギガビットイーサですね、有線 LAN とあと HDMI 出力があります。だからこれ外付けモニターで拡張することもできるんですね。そして USB 3.2 で Type A で Type C を一切通してないって搭載してないっていうね、 USB 3.2 で Gen1 を4つ付けてるところ、まあ4つ付いてるっていうのはこれ結構ね、私良心的じゃないかなと思うんですね。本体に4つ付けるって、うん、こんぐらい欲しいですよね。でよくハブとかで拡張できるじゃんってあるけど、ハブ使うと使えない USB デバイスとかね、あの電力消費的に厳しいものがあったりとかですね、まあ、あると思うんですけども、まあ、そういったところでいくと、これ4つ付けてもらって、しかも USB 3.2 でね、うん、ハイスピードで出ますし、まあよく使うとこでそんなに高速なとこ求めないんだったら USB 2.0 を側面に1個付けたっていうのはね、実用上考えると、ね、ものすごくね、まあ現実的かなと思ってます。まあね、このご時世ちょっと USB Type-C ぐらい1つぐらい乗っけてもよかったんじゃないっていうところはあるんですけどね、うん、まああとね、あの贅沢イヤーサンダーボルト4とか、ね、USB 4というかいう話になると思うんですが、まあこういったインターフェースになってます。であえてすっ飛ばしてたんですが、これです。これこんなところで説明する理由じゃなくて、私が一番注目してるのはこれなんですね。 HDMI の入力ができるんですね。この HDMI に入力があるってことはどういうことかというと、このパソコン自体、この一体型パソコン自体を外部モニターに使うことができるんですね。これウェブサイトにも書いてあるんですけども、 HDMI 入力ポートを搭載しているため、ノートパソコンやゲーム機などを接続することで SSM3700 の大画面を使うことが可能ですって言ってるんです。これなんかこれモニターとしても使えるっていう、どうだ羨ましいだろ iMac ユーザーっていう感じなんですよね。これはね、これちょっと私欲しいなと思っちゃいましたね。まあ今私も 31.5 インチの 4K モニターがあるんで、でもね、これ万が一ね、31.5 インチの 4K モニターで、かつこの構成でパソコンを発売されたね、めちゃくちゃ欲しいですね。うん、というところでやっぱりこれが一番の特徴かなと思ってまして、まあ、あとね、Wi-Fi 6搭載とかいうものになってますし、あとね、あと音声関係ですね、結構まともな音が出せそうなことが書いてあるんですけどもね、やっぱりモニターに付属のスピーカーって、まあ、それなりじゃないですか。私も今モニターに接続内蔵のスピーカーをね、実際音出すときは、割と使ってたりするんですけど、まあ、それなりかなと思うんですけども、結構ここには結構ハイクオリティのサウンドだって言ってるんで、これやっぱりちょっと現物を静かなところで聞きたいってところはあるんですけどね、うん、まあ、そこなりにその音声とかに関しても、力を入れてるし、まあ、ノイズキャンセリング機能だとかですね、そんなような、ね、機能を載せています。あとは電源は AC アダプターか、多分でっかい AC アダプターがついてくるのかなと思うんですけどね。あとはソフト的には Windows 11の、ホームエディションになります。まあプロ用も用意してるよっていうところなんですけども、あとはこれオフィスホームビジネスの2021を、標準で載せてるっていう、多分これは永続的に使えるものだと思うんですが、まあちょっとおすすめとしては Microsoft 365パーソンもしくはファミリーをね、契約されて使った方がいいかなと思うんですけども、そういったところでちょっとオフィスもすぐ使えるというモデルになってます。購入の対象者としてはですね、まあ、ホームユースですね。だから本当にマニアの方が使うっていうような、使うようなものではないなというところあるんですけども、いや、ちょっと据え置き型のパソコン欲しい。もしくはテレワークにも使えるし、仕事にも使えるし、オフィス、あとウェブ見たりとかっていうところに使いたいなっていう方はですね、これ結構いいと思います。あとは本当にノートパソコン持ってて、外から持ってきたノートパソコンを HDMI で外付けモニターにして使うっていう、本当にこの外付けモニターっていうのが私一番のポイントだと思うんですけど、そういう方にはこれおすすめかなと思ってますし、ちょっと私自身もね、欲しいなと思っちゃうパソコンです。で、お値段なんですけども、2つモデルがあります。Ryzen 5のモデルと Ryzen 7のモデル。で、Ryzen 5の方がメモリ 8GB で、16GB にしたいときは Ryzen 7のモデルということになります。あとそうですね、ハードディスクもさっき1個搭載できるって言いましたけど、ハードディスクも搭載したい方は Ryzen 7のモデル。だからほんの2つのモデルに分かれてるって感じです。それでお値段が、Ryzen 5のモデルですね。税込み18万9800円。
Ryzen 7、メモリー16ギガ、ストレージも 1TB のハードディスクが追加されてついてるよってモデルが22万4800円ということになります。まあ、どうでしょうね。これ、最近こう、パソコンの値段も上がってきてますしね。で、これ9月発売で、9月3日発売ってなってますね。昨日発売だったみたいなんですけど。で、円安の影響とかもあると思うんですけど、まあ、なんか、パソコンで大体普通こんぐらいの値段だったよなっていう感じはするんですけどね。まあ、iMac にするか、Windows だったら、こういったモデルにするかっていうね、感じかなと思っています。まあ、そういうことでね。これ、ASUS の AIO っていうシリーズなんですけど、まあ、これは、実際ね、家電量販店行くとね、まあ、私のよく行くヨドバシカメラとかでも、実際よく置いてあります。意外と一体型パソコンって、目立ったところに置いてないんですよね。ほとんどがパソコンってノートパソコンになっちゃってるんですけども、一体型パソコンってちょっと探してみるとですね、まあ、富士通とか、が置いてあって、そこの中にね、ASUS の AIO とかシリーズもありますんでね、ちょっとこれ見てみると、いいかなと思ってますし、まあこれ昨日発売なら実際私も現物で見れますかね。ちょっと今度ヨドバシ行ってね見てみたいなと思っております。はい、はい、以上ですね。 ASUS の一体型パソコン、何よりも外部ディスプレイとしても使えるという一体型パソコン ASUS M3700WY シリーズの話をさせていただきました。じゃあそれともう一つですね、まあまあ旬な話題というところで、もう AI で絵を描くっていうのがもう本当に話題になってます。もう最近ニュースってほとんどこればっかりですよね。でミッドジャーニーですね、もうミッドジャーニーとか出てて、その後にステーブルディフュージョンっていうのも出てるっていうところで、まあ、いろんなのが急に出てきたっていうところです。でここで出てくる絵が結構幻想的なものを描かせるといい、まあ、幻想的なものに限った話じゃないんですけども、結構いい感じの絵を描いてくれて、おおと思ってたんですよ。ただこれインストールするのに、結構コマンドラインで打っていかなきゃいけないとかね、結構まあ、ちょっと敷居が高いのかなっていう話があったんですけども、皆さん早いですね。早速こういったこれ Windows の GUI を使ってで操作できるモデルっていうのも出てきています。これはですね、これなんていうのかな、NMKD ステーブルディフュージョン GUI っていうね、こういったのが出てるっていうのもありますし、あとはですね、ステーブルディフュージョン G リスク GUI っていうのも出てます。これまあいろいろ何種類か出てるんですけども、実際はこれ私も試してみました。でこれニュースで出てきました NMKD ステーブルディフュージョン GUI、これ一回インストールしたんですけども。私はちょっとうまく動かなかったですね。インストールするときにインストールの画面が出てきて、いろんなところにリポジトリから、まあ、データを落としてきてインストール始めるんですけども、まあ、そこでね、DOS 画面ってコンソール画面が出てくるんですけどね、それがちょっと出てこなくてですね、どうしてもインストールが進まないっていう、まあ、私と同じような方もいたんですけども、まあ、いろいろ記事見てですね、ステーブルディフュージョン G リスクっていうのもあって、これも使えるよというものが出てきます。でこれで実際私もインストールしてみました。で、インストールちょっと難しいのかなっても大したことなくてですね、ちょっとこれウェブサイトリンク貼っておきますけども、ダウンロードとここでダウンロードしてきて、RAR っていう形式のアーカイブしたファイルで落とされるんですね。これ標準で回答できないんで、7Z とかね、そういったのをソフトをインストールして、ちょっと回答していただければなと思うんですけども、これインストールしてですね、使ってみると、ファイルをダウンロードしてきて、アーカイブを回答して、もうどっかに展開した、適当なフォルダに展開しただけで、あとはエクゼクファイルを実行するだけですぐ使うことができます。特別なこうインストーラーとかはいらないんですね。まあ、そこで、コンソールのね、each new line is a new image っていう、まあ、ここに書いてるところに何かこう書いてます。で例えばね、今、ストロベリーケーキって仮に入れてみますね。で実行すると、これ私のマシンでは、100ステップってこれなんか AI で解析するのにステップ数っていう処理の数があって、まあ、標準だと50ステップぐらいがいいなっていうところあるんですけど、このステップ数っていうのをちょっと増やしていくとですね、いろいろこう処理が深く突っ込んでやってくれるというところで、仮にも100ステップというところでね、ちょっと実行させてみました。でこれね基本的に、
NVIDIA の GeForce シリーズ、特にね、10001000番台、実装してなきゃいけません。で、それがなければ、もしくは Google のサービスを使うとかいろいろ方法あるみたいなんですけど、あとね、やっぱりポイントは、まあ、VRAM を結構載せてなきゃいけないんですね。やっぱり、ビデオカードの VRAM を8ギガぐらい、もしくはその でかい画面やるときは、12ギガぐらい欲しいですよと言ってるところなんですけども。で、これ自身で私のマシンってどういうスペックかというと、ビデオカードがですね、GeForce1050Ti、メモリー、VRAM ですね、4GB という、本当ギリギリ下のラインっていうね、今で言うと本当ミドルレンジの下の方になってしまうんですけど、そういったものを使っていまして、あまりでかい画像を処理できないです。実際ね、512.×512.ぐらいの画像を作るのが一番いいですよと言われてるんですけども、私ね、512.×512.は実行すると VRAM が足りませんつって止まっちゃうんですね。ということで、ね、私にギリギリ作れる大きさは 384×384.っていうのが、このメモリ4ギガ載せたビデオカードで、まあ、ギリギリかなと思ってます。で、今100ステップっていうと、まあ、私の場合、マシンがですね、Core i5 の第9世代のモデルなんですけども、だいたいその1ステップっていうのは1秒ぐらいかかってて、まあだいたいそのですけど100ステップやるのに1分半ぐらいですね、処理に時間かかって、まあちょっと待ってるという感じになります。で、作った画像でストロベリーケーキっていうふうな単語を入れたら、実際画像もですね、ちゃんとイチゴが乗ったケーキが出てきました。まあこれ以外にもですね、いろいろと試してみたんですけども、ビーフウォールってことで牛丼ってやったんですけどね、なんか違う牛丼、なんか丼にご飯が乗ってて具が乗ってるんですけど、なんか違うものが出てきたりとか、 Windows ホーンって入れたらですね、なんかこうタイルの画面が出てくる。確かに Windows ホーンっていうかね、メトロインターフェースのね、ものが出てくるんですけど、まあ雰囲気はわかるんですけども、ちょっとこれかなっていうのもあったりとかですね、まあね、いろいろ出てきます。ですから、ここに書いてる言葉をどうするかっていうのがなかなかポイントなのかなっていうところでね。まあ、これはいろんな皆さんいろいろ記事を書かれてるんで、まあ、そちらを見ていただければなと思ってますけども。とにかく、手軽に、この AI による絵を描くっていうことがね、できるようになりましたんで。これ、ちょっと遊んでみるとね、面白いかなと思っております。まあ、そういうところでね、この AI によって画像を描くっていう技術。まあまあ面白いったら面白いですけど、これすごいですよね。本当にまともにこう言葉をうまい具合に入れたら、本当これ実際人が書いたのか作り出した画像なのかも分かんないくらいっていうところで、まあある意味ちょっと恐ろしいことになってるかなっていう、まあなんかのターニングポイントっていうかですね、技術得意点がここに来たのかなっていうようなね感じがしています。だこういうのを見るとね、ちょっと恐ろしいなと思っちゃうのが、絵でここまでできるんですから、例えば、ウェブサイトとかからですね、マイクロソフトのニュースとかを拾って、それっぽい感想を入れて、文章にして、流暢な日本語で音声を作って配信するっていう。まあ、流暢な日本語で音声作るのって、ボイスピークとかいいのがありますからね。そういった元記事を作って配信までしてくれるっていうのをやると、実は私みたいな、マイクロソフトの製品とか技術とかをご紹介しますみたいな話をやってるポッドキャスターっていうのはですね、いずれ AI に駆逐されてくるんじゃないかなと。でも今日じゃないという感じがね、してみますけどね。もう本当そんなような状況になっていくのかなと。ちょっと末恐ろしいなという感じはしています。というところで、じゃあちょっと次の話をね、最後にしたいと思うんですけど。まあこれこういうニュースがありましたってところなんですが、今ドイツのね、ベルリンでですね、IFA というのデジタル家電の展示会っていうのをやってまして、そこの基調講演でですね、クアルコムのクリスチアーノ・アーモンさんっていう方が、基調講演をしました。まあこれ Wi-Fi 7とかっていうような話をしてるんですけども、ここで注目したいのは、クアルコムがパソコン向けに ARM アーキテクチャじゃない自社開発の CPU を投入するっていう話をね、発表しているようです。ということで、発表してる子を見るとですね、まあ、ちょっと Windows マシンかどうか、多分ね、最初はね、Linux じゃないかなと思うんですけどね、こう、
逆にこう Windows マシンっていうもので出てくると面白いかなと思ってます。これ背景はですね、実際 Qualcomm と ARM のライセンス契約がちょっと今切れてしまって、でここで今 ARM となんかごたごたやってるみたいなんですけどね、その背景の中でその Qualcomm 自身が独自アーキテクチャの CPU を出すと。ですごい注目するのがこれあれですね、 Apple M シリーズに匹敵できる性能を持つ次世代 PC 向け製品と言ってるんですね。うん、こういうの待ってたんだ。うん、やっぱりね、今 ARM にしても、あと Intel も第12世代ってね、やっぱりマイクロソフトと、一緒になって頑張ってますけど、やっぱりなかなか Apple の M シリーズ、M1、M2 シリーズと OS の組み合わせほど最適化されたっていうのはなかなか出てこない状況なんで、まあ、ここら辺とその Qualcomm がまたマイクロソフトとくっついてうまくやって、で実際今マイクロソフト SQI-SQ2 っていうのはスナップドラゴンの 8CX シリーズのをベースにして、まあ、カスタマイズして出してますんで、まあ、こういったところがね、うまくマイクロソフトと含めて、低消費電力でパフォーマンス出せる C プロセッサーっていうのをね、Qualcomm が出してくれると、これちょっとまた状況が変わってくるかなと。って言いながらやっぱりインテルは強いなと思うんですけどね。なんか今、Qualcomm っていうと、そのモバイルデバイス向けの CPU っていうところがあったんですけど、あと本当 5G のね、本当にのモデムのプロセッサーとかね、いうイメージがあったんですけども、つまりインテル AMD に加えてクアルコムっていうのがプロセッサーメーカーとしてですね、三大メーカーになってくことになってくのかなっていうちょっと期待があります。まあ、いろいろこう面白い新しいものが出てくるとね、すごく楽しいんでね、まあ、これちょっと期待したいなと思っております。はい、そういうことでね、ちょっとまあニュースだったんですが、クアルコムがパソコン向けに ARM アーキテクチャじゃない自社開発の CPU を出すという発表したという話をさせていただきました。第646回は ASUS の一体型 PC、 外部モニターとしても使える一体型マルチタスタッチのパソコンを発売したということと、あと AI で画像を作成するステーブルディフュージョンの Windows からアクセスできるソフト、ステーブルディフュージョン G-RISC GUI の話と Qualcomm の独自プロセッサー開発の発表という話をさせていただきました。 AI の方はね、まあ多分ね、ちょっといじってると飽きるかなと思ってるんですけど、まあこの番組のね、一緒にやらせてもらってますコミュニティ、Discord の方も、でもですね、ちょっと私特設ということで AI で書かせてみた画像ですというのをね、ちょっといろいろ貼り付けるコーナーをちょっとチャンネルを作って今いろいろ貼り付けておりますので、ね、なんか面白いのできたなと思ったらね、ちょっと皆さんもどんどん貼り付けてってもらえるとね、面白いかなと思ってます。私もいろいろ貼り付けてます。最近やって面白かったのは、まあ、さっき Windows Phone っていうのも面白いのありましたけど、乃木坂46ってローマ字で書いてですね、入れたらですね、ちゃんとアイドル風の女の子の顔が出てきましたね。しかも服の色がベースが紫になってると、なんか芸が細かいなっていうのがあって、まあそういうのもあるんで、結構ね、面白いのもあるんですけども、やっぱり、ね、人関係はね、結構グロいのっていうか、ちょっとこれは見るに足りないなっていう、ちょっと気持ち悪いのやってるのもあるんで、まあそこら辺はこうどうキーワードを与えるかとかね、まあ、これからもまあこう発展していく余地があるのかなと思っております。まあ、こういうことで、ね、ちょっと Windows ネタじゃなかったんですけど、まあ、Windows でも使えますよというところでちょっとネタ的にお話をさせていただきました。はい、そういうことでこのチャンネルではマイクロソフトの製品とか技術とかデジタルガジェットについてお話をしていきます。よかったらまた見てみてください。今回もどうもありがとうございました。ではまた。終わり。